皆様お久しぶりです。とまるは生きてます。ですね、ちょっと風邪ひいちゃって、ちょっと新年の挨拶はまた元気になってからしようかなって思ってるんですけど、ちょっとさっきね、ぐうたらしながらツイッター見てたら、なんとこのね、ジェリーフィッシュさんのくじがね、出てたんですよ。去年の12月から。で、1月18日まで発売してるらしいんですけど、このね、ゲスクマちゃんと毒舌アザラシちゃん、私大好きで、ちょっとね、早速このくじやってみたいなって思って。ってことで、今日はこのくじを引く動画なんですけど、1回600円税抜きなんですよ。でね、このネットで引けるくじみたいなやつなんですけど、ちょっと見てほしいんですけど、この A 賞のね、見て、80センチのクッション超欲しいんだけど、まさかのね、見てこの確率、100分の1っていうね、もう、普通の一番くじの賞よりもなかなか当たんないから、ちょっと難しいかなって思うんですけど、で、B 賞もね、可愛いの、ランチボックス。これも100分の3って言ってね、まあ当たんないかなって感じなんですけど、ラバーコースター。これが100分の9。これもちょっと当たんないかなって感じなんですけど、で、D 賞の100分の40。これは当たりそうな気がする。でも多分ね、誰が当たるかわかんないからね、このどっちか欲しいな。2人とも欲しいけどね。で、E 賞がステッカー100分の47ってことで、大半をこのステッカーが占めてるんですけど、まあステッカーも可愛いんだよね。可愛いんだけど、600円でステッカーかって感じなんですよね、ぶっちゃけ。ってことで、私はもちろんね、このどこだ？ A 賞のクッションか B 賞のランチボックス目当てでね、まあかなりの当たんなさだと思うんですけど、ちょっと早速ね、やってみたいと思います。で、1回648円で、10回やろうかなって思ってて、最悪20回までかなって思いながらちょっと回したいんですけど、とりあえず10回引いてみたいと思います。はい。ってことで、買えました、無事に。早速、結果をね、見ていこうと思います。押せばいいのかな？えい。おー！まず C 賞。あ！ゲスクマ当たった。ちょっと嬉しい。で、次 D。待って、これもうさ、A、B ないってことじゃんね。D 賞。ちびうさちゃんが当たりました。次 E 賞。あ！ゲスクマ当たりましたね。これが2個当たってるそうです。で、E 賞のもう1個ステッカー、これも2個。めっちゃダブルじゃん。で、これ E 賞のステッカー、これね、これも2個。はい。で、E 賞のステッカー、ちびうさちゃんが1個と、これで終わりだ。マジか！めっちゃ微妙。はい。ってことで、再び買いました。もうこれ以上買えないからね。これがラストチャンスです。せーの。A か B 賞せめて当たってますように。はっ！当たった！やった！ランチボックスゲットです。1個。はい。で、あれ？これさっきも当たった。また、ラバーコースター、ゲスクマちゃんが1個と、あ、ちびうさちゃんのコースターも当たりましたね。で、あ、ゲスクマの付箋が2個当たりました。で、ちびくまちゃんの付箋が2個でしょ？で、シールが1個、ちびくまちゃんの、ちびうさちゃんが2個って感じですね。まあでも、そうね、やっぱ A 賞当たんないかって感じなんですけど、まあ無事お弁当箱当たったんで、やってよかったです。まあ A 賞のクッション欲しかったなって感じなんですけど、まあしょうがないね。はい、とりあえず20個までは送料が一律なんで、まあ、とりあえず届くのを楽しみに待っていようかなって思います。で、18日までやってるそうなんで、気になってる方はね、ぜひ遊んでみてください。はい。まあ、結果的に1万3000円ぐらいか。1万3000円ぐらい使っちゃったんだけど、はい。高いね。無事にね、B 賞のランチボックス当たって、何はともあれって感じなんですけど、よかったよ。うん。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。クッション欲しかったな。